ただいままた女性でございまして、華やかで誠に結構ですね。まあこの落語というのは本当にこののんきな商売ということをよく私が申しますけど、なんかよく本なんかに紹介されるね。近頃あんまり私紹介されませんけど、かって紹介されたなんて自分にはなんかあんまり形の良くないんですね。他のものはなんかこう、例えばジャズのピアニストなんてのはね、写真が載ってたってかっこいいですな。汗こっとしてね。なんかこうといってこっちも同じようにああやって一生懸命、一生懸命いいんですけども、なんかこうまたちょっと違ったもんになっちゃう。なんだかふわふわしているうちに終わりになります。よろしくお願いをいたします。この間終わったのにも気がつかないで座ってらした方がいたりなんかして、道具屋さんという商売があります。あの道具屋さんというのは、昔はよく、なんかこう何日も雨が降り続いちゃったりなんかして、自分のうちの商売がうまくいかないってえと、で一つうちでもって道具屋やろうかなんてんでね、どっかこの広場を借りまして、でそこでもってござやなんかこう引いて、でこう品物並べてね、それでよく商いをしたもんだそうです。急にできる道具屋さん、こういうのはもう自分のうちにあるもの、これ無駄だから売っちゃおうなんというようなんでね、気楽なもんですね。でそうでなくて高価な品物を扱うというような道具屋さんになるってえと、まず目が利かないってえとこれはできません。目が利くということは大変ですね。品物はどのぐらいの値打ちのものか、この値踏みをするというやつです。でこれはいくら教わったって分かるもんじゃない。でどうやって教わるんですかと、ある私が大きな道具屋さんのご主人に伺いましたところ、小さい自分からこれは覚えるそうですね。まず奉公に行くってえと、もちろんそれは修行中ですから、ね、掃除屋なんかももちろんいたしますが、であとはなんか大変に結構な品、いい品をこうじっとこう見せられるそうですね。で毎日毎日そればっかりこうじっと見てる。でしばらく経つってえと、今度は主が来て、それほどでない品で大変によく似たような品をパッとこう変えてくれる。そうするとなんだか分かんないけれども、なんか違うなというような、そういうこの気持ちがするそうです。でそういうことを繰り返しているうちに、だん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 目が肥えてくる。体でああいうものは覚えるんだということを伺いましたね。大変なもんですよ、あれはもういわゆるこれは何という人の策だ、ちゃんとそばに証明書がついてますと言ったって、これ証明する人がちょいと了見が悪ければ、これ嘘でも何でも書けるんですからね。それを作ってたのをじっと見てて、でそれでこう買うんじゃないんですからね。だからそんなもの本当に考えようによっちゃ当てにならない。だからこの鑑定をする人、道具屋さん、こういうものは大変なもんですね。いろんな道具屋さんがありますけれども、茶道具というのが一番難しいもんだそうで、目が利かないってえとなかなかできない。昔京都の木屋町に茶道具屋さんで茶屋金兵衛という人がおりまして、でこの人は大変に目が利く、鑑定の方じゃ名人でございました。他の目利きが見てわからないもんでも、この金兵衛さんに見せるってえとすぐにわかる。かなりよくできている技術で、他の人がごまかされるもんでも金兵衛さんに見せたら、これは決してごまかすことはできない。そのぐらいに目の利く人、茶金茶金と呼ばれて諸家様へお出入りをして、一手にそういううちの道具の鑑定を引き受けております。大変な人ですね。だからもう高価なものばかりをこう鑑定している。でそういう方になるってえと、安いものはもう見ませんね。だから大概の品はもう手に取らない。ひょいと見て、ここにしまい。だから茶金さんがちょいと手に取ってみるってえと、あ、これはあの方が手に取ったんだから大変な品なんだ、俺たちは気がつかなかったけど、いやこれは今までと同じ値段じゃ売れないというので、値段がこの倍になったそうですね。で手に取って首を一つひょいとこうかしげるってえと、これ百両の値打ちがあったというわけです。大したもんですね。強者がもちろんのことを江戸にまでその名前はこう知れ渡っておりました。でこの方が清水の観世音を大変に信仰しておりまして、毎日参詣に来る。でお参りが終わるってえと、音羽の滝の前の竹茶屋に腰を下ろしてお茶を飲んで一服して帰っている。である日のこと、同じようにお参りを済ませた後、この茶店でもってお茶を飲みながら辺りの景色をこう眺めている、その茶金さんが景色眺めていた目を
今自分が手にしている茶碗にスーッと移してきた。あれじーっと見ているうちに何を思ったか茶を開けてしまって懐から紙を取り出すってえとこれをきれいに拭いました。中をじーっとこう今度は裏を返して一生懸命見ておりました。お茶を入れてまたじっと見ていてまた首をかしげる。みんなでもって六度首をかしげてそこへ茶碗を送ってと茶台を置いて帰っていった。でこれを脇で見ておりましたのが八五郎という男、江戸を食い詰めた道楽も京都へ逃げてきて今油屋をしておりました。大変なものにちゃったのかな。今おすくにいたの茶金さんじゃん。なあの人が品物を手に取っただけでそれは大変なもんな。首一つかしげるって百両の値打ちがあるって。今見てたら六度首かしげる。あの汚ねえちゃんが600両。わからねえもんだな。どこにどんな名器が渦もれているか知れねえ。掘り出し物ったらこれだね。他じゃ誰も見てねえんだよな。茶店の親父も気がついてねえ。ありがてえよ。あれ名具合にごまかして踏んだくっちゃう。それを金に変えりゃ俺は江戸に帰れるよ。ね、600両に売れなくても500両、いや半分の300両はありゃ江戸へ帰って借金払って残りの金でもって楽に暮らせるの。どうしよう。おろた。はいはい。おや。どうもこれ油屋さん。あとはまだいたんですかい。弁当を使ってちょいと横になったらトロトロっとしちゃっていい心持ちだった。ちょいと寝るってとなんかあとこうさっぱりするもんだ。ね。俺はね、商売でもって方々回ってるが、京都でこの茶店が一番好きだよ。え、嘘じゃねえ、本当だよ。ね。またこの京都ってところはいいね。いや、俺は花ここに来た時にはね、なんだか寺ばっかり多くってね、嫌に陰気で嫌なところだと思ったんだ。ね。人の言うことは気取ってやって、本当にお継ぎすませやって、何を昔なんでと思ってたんだがね。やっぱりしばらくいるってとなんかおっとりとしていて、いいもんだね。ああ、俺はすっかり気に入ったよ。で、商売ここで暮らそうと思ってね。そうですか。でまあいろいろと書体道具をこう集め始めてるんだ。野郎の一人ものってのはどうにもしゃあねえや。女と違ってね、気が利かねえんだよね。つまらねえものばっかり買ってくる。肝心なところに気が回らねえ。いやこの間近所の人が遊びに来てね、茶を出そうと思ったんで、てめえの茶碗があるんだが人に出す茶碗がねえんだよ。いけねえ、これは買わなくちゃいけねえなと思ってたんだが、あの油の荷を担いで商売に出るってえとそいつすっかり忘れちゃってね、ああ明日か明日は買おうってんで毎日毎日この送っちゃってんだよ。で今ちょっと思い出したんだ。お父ちゃんとから商売柄ね、茶碗がいっぱいあるな。どんなんでもいいよ、古いんでいいから一つもらえねえかな。一つと言わず二つでも三つでも、持ってったらいい。そうかい、悪いよ。じゃあどれかもらうね。あう、これはいいやな。じゃあお父ちゃん悪いけどこれもらうよ。どうぞ。いやいやいや、あのね、お前さん、こっちの方が新しい。これお持ちだ。いやいや、いいんだいいんだ、これがいい。なんか俺気に入ったんで、ふっと手が伸びたんだ。ね、これが縁ってもんだ。ね、いや、これでいいんだよ。いやいやいや、そんな古いのより新しい方がよろしいですよ。いやいや、いいんだよ、これで。なんか気に入っちゃった。ね、じゃあこれもらうよ。いや、それね、油屋さん、ちょっと困るんだ。困る？どうして？いいじゃん。同じようなもんかい。いくらもあるじゃねえか。じゃあこうしよう。お父っつぁんところじゃ毎日来て俺は世話になってるからな。一部払おうじゃん。一部だったらいいだろう。こんなものは何ももしやしねえ。どうだい。いや一部じゃとても。そうかい。だな、俺も江戸っ子だよ。一旦手に来たんだ、気に入ったんだ、買おうじゃん。な、二部出そう。二部どうだい。二部おい、こんな汚ねえ茶碗じゃねえか、二部出そうってんで素直に売っといた方が得じゃねえかな。分かった分かった、いいよいいよ。もうどの子の言わねえよ。俺はあの舞台から飛び降りたつもりでもって一両出そう。一両。一両だったら文句はねえだろ。いやそれね、一両が十両でもうちじゃ売れませんね。これどうして。あんた今ここでお茶飲んでいた方ね、あの方茶金さんと言いましたね。あら今京都じゃ誰一人知らない人はありませんよ。大変な目利きでね、あの方が手にしただけでもってその品物の値が倍になる。手に取って首を一つこう傾けるってえと百両の値打ちがあるんですよ。
ね、これ私今奥で見てたね。その茶碗を手にして六度首を傾げてた。あなたそれ600両からする品ですよ。そんなとても1両なんかで。俺と見てたの。俺も見てたんだよ。ああ、俺ちゃん頼むよ。え、悪いけれどこれ俺に譲ってくれな。いやそれは京都もいいところだね。やっぱり俺は江戸へ帰るってんだよ。江戸は恋しいんだよね。だから借金だらけだから握り拳じゃ帰れないんだよ。まとまった金が欲しいんだな。いくら油屋でもって一生懸命稼いだってそんな金はできねえよね。この茶碗が手に入ればね、こいつを俺は売ってで江戸へ帰るんだな。頼むよ、売ってくれよ。俺ね3両ここにあるんだ。3両ね。だからあの油のにね、あれ売りゃまたいくらかになるね。そっくり置いてっからしてこい。俺に言ってくれ。いやさあんた600両からするもんだしよ。なんたんな3両に油のになってさ、いや勘弁してくださいよ。いけないかい、いけないの。俺って意地が悪いね。よし分かった、お父っつぁんも見たんなら俺も見たよね。じゃあお互いに儲けるの予想じゃん。え、このちゃん俺こい叩き割っちゃい、どい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 あんたにそれじゃあの三両とあの油を見て持ってそれあんたに譲るよ。悪いすまねえな。え、ほらね早速これ金に変えるよ。え、まとまった金が入ったらまたお前さんのところいくらか置きに来るから。いいか、悪いね。じゃあこれもらうよ。三両の金と油の荷を置いてこの汚い清水焼きの風茶碗を大事に懐にしまって八甲が帰ってくる。それから3日経ちまして京都木屋町の茶屋金兵衛の店の前に立ちましたのがこの八甲。髪どこ行ったんでしょう。ちょいときれいな当山の着物に根拳状の帯を締めるってと前掛けをして風呂敷に何か包んでこう小脇に抱えてボーンとこう立った。店の前には薄茶ののれんがこうかかっておりまして白地に茶巾とこういうふうにこう染め抜いた。でこいつを分けて格子に手をかけてちょいっと力を入れるってと格子の方で勝手にカラ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 ッと開いてくれ。で中にひょいっと入るってと下は見かけの洗い出しになっておりましてこっちの方にはつくばいがあって水が流れて正面を見るってえと細かいね大きい戸棚がずらーっと並んでおりましてその戸棚ってえと古代ざらさで将軍がしてございます。店の中シーンとして5円くらい、5円くらい、はいはい、あどうもいらっしゃいまし、さあさあどうぞどうぞ。ちょっと伺いますが、こちら何とかでしょう。茶金さんのお店でございますな。いかにも手前ども茶金でございますが、何か実はね、私はあの江戸の道具屋なんです。実はこちらの旦那にねぜひとも見ていただきて品がありまして、ね、お持ちしたんですが。ああさようでございますか。実は今手前どもの主人がちょいと手の離されないようがございましてな、私は代わりに拝見をいたしましょう。お前さん何番頭さん。ああ番頭さんじゃダメな、旦那が見ねえってえとわからねえ品なんですよ。番頭さんじゃダメなんだ。これは恐れ入りましたな。私も茶金の番頭をいたしておりますのでな、海外の品でしたらわかりませんで、どうぞお拝見をいたしましょう。で私が見てわからないときには主に見せますのでな、近頃はみんな私が拝見をいたしております。あそう、じゃああのお前さんがわかんなかったら旦那に見てもらえるんですね。あのえで一つ、これなんですよね。茶碗なんですよ。でちょっと見はねそれほど値打ちのあるもんじゃねえんですわね。600両からの値打ちのあるんで、ね、実はちょいと急に金がいるようになったんでね、半分の300両で、売ってしまおうとこう思ったんですよね。おおさようでございますか。大層な品でございますな。それではちょいと拝見をいたしましょう。これ、なっ茶碗じゃねえ。それは分かります。これ、どうなさ。いやだからね、600両からするもんだけれども急なようでね、急に金がいるようになったね。だから半分の300両でいいから売りてってこういうんですよ。これを600両です、半分の300両で売りたい。
ハハ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 ハんなバカな話がありますか。手前どもではとても扱いかねますんで、どうぞ他のお店へお持ちください。いやだからさ、ね、さただ見るってえと清水焼の数じゃ、ね、見る人が見るってえとただのもんじゃねえってことはわかる。旦那に一つ見てもらっておくね。お願いします。いや手前どもの主人が見ても同じことでございますんでな、お断りいたします。お断りしますってな、今そう言ったじゃねえか。見てわからねえもんだったら、いやそれはわからないもんでしたら主人に見せますわな。私が見ても間違いなくこれは清水焼の数じゃん。いや私だけじゃない、小僧が見たって同じことでございますよねえ。あなた道具屋さんとおっしゃいましたがな、道具屋さんじゃございませんねえ。あなたのお商売というものはこういう安いものを手前どものような店へ持ち込んで、やれ高いの安いの投資問答をしているうちに手前どもの方で粗相で壊してもしたら何としてくれるんだと、そこで居直ろうというのがあんたのお商売でしょうね。失礼ながらこの茶金の店ではそれは通じませんな。何をしますか。痛いじゃございませんか。痛いように叩いたんだよ。何よこの野郎。おう、俺はゆすり語りじゃねえの。何で言うしょう。だからてめえじゃ分からねえってんだよ。見る人は見りゃ値打ちのあるもんなんだ。てめえなんかに見て分かってたまらねえ。だから早くからそう言ってんじゃねえか。茶金さんに見てもらってって。何だこれ茶金さん。旦那呼べてんだ旦那。おいおい番頭さん。何でさ。このお客さんいきなり私の頭を叩きましたな。それは困ったね。いやおいでなさいまし。私が茶屋金兵衛でございますがな、何が気に入らないかは存じませんが、手前どもの店でそう乱暴を働かれては困りますな。旦那あしはね、気あふれてるわけじゃねえからむやみやたらに人の頭を叩くってことはねえよ。聞いとくんねえな。あしはね、旦那に見てもらいたいと思ってある品持ってきたんで、そこにある茶碗だよ。旦那にってえのにそこにいる番頭がね、あんた師匠はどうしても俺が見るってね。お前さんが見たって分からねえってのにどうしても見るってんだよ。それから見せたんだ。あんの字で分かるしねえんだよ。人の品は見やがって笑えなかった。それもいいよ、締めにはこっちのことをね、ゆすりか語るのようなこと言いやんだよ。尺に触るから叩いたんだ。それでも旦那足はいけませんか。さようでございますか。番頭さん、そりゃあんたがよくない。お客様がお持ちになった品を笑うなんということがありますか。ましてやそんな失礼を申し、叩かれた当たり前。どうぞ一つご勘弁くださいまし。それではこの茶金は拝見をいたしましょう。見ておくね。その茶碗なの。これでございますか。清水焼の数茶碗ですな。ただの清水焼の数茶碗じゃねえ。よく見とくね、よく。これ600両からの値打ちがあるでしょ。300両で売りてってるってどうです。これそりゃお客さんが手前どもの番頭が笑うのも無理はございません。私でも今笑いたい。これさらで6年古くなったら一文の値打ちのない。ちょっと待って。それ困る。そういうこと言っちゃうね。よーく見ておくんなさい。よく そんなになってね、眺めてないで手に取ってみておくんね。旦那が手に取ったって恥ずかしくねえしなると私は思ってくんない。どうぞ手に取ってよく見ておくんね。お願いします。第一、それ見覚えはありませんか。まあどこにでもある茶碗でございますから。いやそれがさね、思い出しておくんね。見たことあるでしょ、覚えがあるでしょ。3日前ですよ、旦那清水の音羽の滝の前の掛け茶屋で
その茶碗でもってお茶飲んでた。え？こう開けてじっと見てたでしょ。3日前に急に音。おお、あの茶碗でございますか。そうですよ、それだよ。ねえ、ええ、値打ちがあるでしょ。値打ちはございません。何？値打ちはない。ない。だってこうやってこうじっと眺めしてこういろんなことやって、え？送り返しこうやって見てたよ。え？そのうちにこうやって首ひょいとこうかしげたでしょ。ね？じゃあ値打ちのないもんだったらなぜ首かしげたの？この茶碗な、盛りますね。え？盛る？よく見ても傷もなければひびもない。毛ほどの穴もございます。けど、どっかからポタリポタリと、いくら見てもわからないんだ。不思議な茶碗だなと。はてんな。冗談じゃねえよ、おい。旦那むやみやたらに首なんかかしげねえとこね。人死にありますよ、本当に。下手すらこっちだって死にそうだ。だな、まあ、本当に。だったらさ、ねえ、立ち際に、店の親父でも添いてったらどうですよ。え、こんなちゃん客に出しちゃいけねえとかなんとか言ってったら、黙ってすっと行くからさ。ねえ、うん、えれえことになっちゃったな、これ。どうかしましたか。どうかしましたかじゃねえよ。大変なことになっちゃったんだよ。ねえ、いや、実はね、こんなところで愚痴こぼしたってしょうがねえんだ。あしは、道具屋でもなんでもねえんですよ。え、あ、油屋なんて。え、江戸借金だらけで逃げ出してきて今京都でもって油屋しておくんで、なんとしてでも江戸へ帰りてえと思うんだけれども、まとまった金がねえってやと帰れないんだ。うん、そう思っている時に旦那があそこで持ってこうやって一生懸命こうやって首かしげてるでしょ。ね、旦那が手に取ったものは値が倍になる。ね、首を一つかしげるって百両の値打ちがあるというのはこっちは聞いてるから、よし、あれをうまい具合に踏んだくちまおうと思ったら、またあそこの茶店の親父も知ってやってね、よくさねえんだ。え、変からしょうがねえ、一生懸命掛け合ってね、三両の金ありったけだよ、それをはたいて油の匂いをそっくり渡して、それでこの茶碗持ってきたんだよ。ああ、一文もねえ、うつもねえなんて。じゃあ、あっしは江戸行けるところじゃねえ。明日から京都でどうやって暮らしていいか分からねえ。おー、そうですか。それは面白い。面白くねえや。終わっちゃったな、どう。しかし、嬉しい話ですな。いやいや。あなたがそうして茶金の名前を買ってくださったということは私は大変に嬉しい。油屋さん、あんたいくらあったら商売がまた始められます？うん、うん、ああ、にちゃんとあつらえたりね、いからな、なんだかんだ、それに、じゃあ余計なことだけども棚賃やなんか溜まってますからね。でまあちゃんと始めんにはやっぱりそう十両ぐらいあるって言うと私は助かる。ああ、そう。それじゃあ、私があなたにその重量をあげるわけにはいきません。貸しまよ。ね。で、月々いくらずつでも構いませんから、手前どもに入れたらよろしい。うん？どうです？旦那？すみませんね。別に旦那に何の罪もねえんだけど。でも、これはいけないよ、これは。こっちはてっきりそうだと思っちゃったんで。いやいや、そらこっちは粗こつなのが悪いんだ。そうですか？え？すみません、バツさん。殴ったりなんかして。ええ。今度はまたね、お詫びの印、どっか連れて一杯おごるから、ね、勘弁しとくんね。ね。ええ。じゃあ、これ、どうすか。え、じゃあ、重量。え、間違いなく。うん。じゃあ、これ、お借りいたしますんで、どうもありがとうございました。油屋さんな。餅屋は餅屋の例えのとおり、油屋さんは油を売っていれば必ず稼ぎがある。うん、道具で儲けようなどということは考えてはなりません。よろしいかな。せいぜい稼ぎなさい。あ、それからこの茶碗お持ちなさい。これいまいましいから言わないよ。え、どこへでも売っちゃってくんねえ。どうもありがとうございました。金を持って表へ飛び出して。ああ、関東の方は粗こなもんだ。しかし番頭さん、これまことに不思議な茶碗でな。後でよく見ておく。どこにも傷もひびも何にもないのに水がポタリポタリと盛りました。不思議なもん。
矢立ての筆を取りまして、そばにありました紙に清水の音羽の滝に落としてや茶碗もしびに森の下露としたためて、茶碗と一緒に箱の中にしまって置いといた。しばらく経つってえと、この茶金さんが近衛殿下のお茶席にご招待を受けました。何か面白い話はないかと言われた時に、実はこの間そそっかしい江戸っ子がこういうものを持ってきまして、これこれこうですよと話をするってえと、うん、この茶碗まろ見たいとおっしゃった。急いで店から取り寄せてご覧に入れる。お湯をついでみるってえと、ポタリポタリと盛りますんで、開けてきれいに拭いてよく火にかざしたりしてみるんですが、どこにも盛るようなところがございません。でまた改めてつぶってえと、ポタリポタリと盛りますんで、やはり同じようにはてなと首をおかしげんが、筆を取りまして御短冊へ、音なくて滴りおつる清水焼き、はてなの高き茶碗なりけりとお書きになった。さあこれは大変、ええ、もうこの茶碗ひょいとするとどうにかなるなってんで、あ、商売ですから茶金さんうちに持ってくるってえと、今度は大事にしまったと。で今度はしばらく経つと、近衛殿下が恐れ多くも賢くあたりへ三代をした。何か地になる話はというとこういうことがございましたと話をすると、うん、その茶碗チン見たいとおっしゃる。すぐに茶金の店に沙汰がありました。警護の役人が大勢来て茶碗を取り巻いて、よれよれというんで、大変な勢いでこの茶碗が、うん、御所へ登っていった。ところがどんなご高貴の方の思いでも、茶碗というものは何の遠慮会釈もございませんで、やはりお湯をつぶってとポタリポタリと盛ります。何度試してみても同じこと、同じようにはてなと首をおかしげになる。ご色紙へ森いでし、岩間の清水流れてそ、世に伝わりてはてな軽ら、箱の蓋のところに万尿仮名ではてなとご選筆のそ。まあ大変なもん。これを大事に茶金さんが家へ持ってきて、商売仲間に、この間この茶碗こういうことがあったってんで話をすると、この評判がうわーっと広まって、もうはてなの茶碗というんで大変なもんですよ。方々から金持ちがやってきて、それをなんとか、100両で買いましょう。いや100両では売れません。じゃあ200両で、いやいやとんでもない、300両、400両、500両、700両と値が上がってって、1000両という時にパーンと手を打って、1000両でもってそっくりパッと売っちゃった。でこの金を前に置いて茶金さんが考えた。ああ、もともとあのそそっかしい油屋が持ってきたあの茶碗だ、あれがこう千両にバッて、うん、ああいくらかやらなきゃかわいそうだ。おい、前に来たあの粗骨な油屋さんな、あの方が来たらばすぐに私のところに連れてきなさいよ。店の門に言っておりますけれども、八甲のやつは借りたお金一文も入れてない。だから茶金さんのうちの商売は来ない。抜け裏して方法商売ある日のこと考え事をしていて、ふっと我知らず貯金さんのうちの前を通りかかった。小僧は目ざといた。あ、油屋さん、あ、いけ、こないじゃ、え、なに、旦那、わかったわった、行くよ行くよ、しょうがねえ、こうなら、あ、どう、旦那、すげえ一文も入れてねえで、いや、あのね、あの10日ばかりに待っておくんね、そしたらいくらか入れますから、いやいや、そんなことはどうでも、今はまあこっち大上がり、いや、実はな、あのお前さんが持ってきた茶碗な、千両で売れた。千両？冗談じゃないよ、怒るよ、あっしゃ。だから言ったじゃねえか、え？値打ちがあるでしょって、こんなものは一文の値打ちもねえやなんか言って。いやいや、あの茶碗に値打ちはない。なあ、ただ、あの茶碗に、この近衛殿下がご短冊を添えてくだすって、恐れ多くも金帝様が、ご色紙、そしてはてなというお名を下す、それがために千両という金になった。あの茶碗がな、まともな清水焼きの数茶碗ならそんなことはない、あの茶碗が持ったからそういうことになる。なるほど、何が幸せになるかわからねえもんですね。そうですか。で私はね、前々から貧しい方に施しというものを、まあ、柄になくしているがな、私の持っている金では大したことはできないと思っているところに千両の金が入った。それに使いたいと思うがな、ついてはその中からな、うん、ここに300両の金がある。これをあんたにあげるから、悪いことは言わない、早く江戸へ帰んなさい。え、300両、わしに
ですか。ありがとう。どうもありがとう。え、お、ばあちゃん、しめんねえど、え、いっぺん怒るなんて言っといてね。ああ、まるでね、こっちはちょっと懐寂しいだろ。え、これ少ねえけど、これ取っといてくんね。え、あの、あとで勝手に手前でいっぺんやってくんね。あ、子供さん、こっちおいで、こっちおいで。え、これ取ってきて、おい、これこれ。あんな振る舞いをしなくてもいい、私の方でするから、あ、よいかな、あ、落とさないように持って帰んなさいよ。ありがとうございます。ってんでこの金を持って八甲が出てった。さあ五六に来たって、あのそそっかしい油屋は江戸へ向かって旅立っているだろう。今自分どこを歩いているだろうと茶金さんが思っているってえと、日の暮れ方表が矢に騒がしいんで、何だろうと見るってえと、印番店を揃いで来ておりまして、向こうパチマキをした若い氏が大きな箱のようなものを担いでわしとわしとやってくる。その先立ちになっているのは八甲の野郎で、同じような格好をして大きなうちわを持ってわっしゃいわっしゃいってんで生やしたの。あれ、あんた油屋さんじゃないかな。え、あ、どうも旦那、先立ってありがとうございました。え、おかげさまでどうもすいませんでした。助かりましたよ。あんた江戸へ帰ったんじゃないのか。江戸へ冗談言っちゃいけない。金儲け持ってきたんですよ。あ、こっち運ぶんだから、こっち、さあ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 、いいかい、大丈夫か、そこへ置いて。え、旦那、今度はね、十万両からする金儲けですよ。からする、一体なんだ。え、見たことない。蓋を取ったから中ひょいと見るってえと、水瓶の盛るやつが入ってる。